次郎はかっこいい。何言っとんじゃ。鬼殺隊の最強さ。山口はエコン仲間たちの山口聖也と伊予木と、どうもババジメジナオです。はい、さあ今回もやってまいりました。今回ですね、何ですか、僕がなぜかそれだったかというか、麦わら帽子復活します。ウィーンウィーン、内藤はええわ、何の真似だ、しめちゃバカ、そうだよっていうわけですね。今日の撮影から僕は麦わら帽子を復活します。おめでとう。やっぱりね、これで僕東海さんに出てるわけですから。そうだもん、分かった。岡崎でもこの帽子でやって、それでまあこの山口横の撮影でも被っていきたいなと思っております。それでもちろんこれやる、つまり革命家少年だったか、お前も革命家少年。え、あの麦わらのあの人誰だったっけ、それサボ違うわ、えユタポン何がユタポンだよ、あいやーって、まあ、いやあれ帽子が帽子が似てるだけじゃないか、そうだよ、うん。いうわけですね、終わりに高瀬さんじゃないんですけども、どうでしたか、ちょっとその僕が帽子にかぶり始めるっていう。一回前のソロちゃんで見たんだけど、なんかこの帽子かぶった時、うん、あ、新東海ですかって言われたのよ、なんか言われた言われた。まあまあまあ、その9ヶ月前の話だったんだけども、やっぱりね、岡崎市でこの帽子で、やっぱり僕ぐらいしかいないじゃないですか、帽子かぶってるのって言ったら、これでこれ帽子かぶるやん、虫取り少年とか虫取り少年、でもちょっと違うじゃない、今ここは。でも虫取り帽子少年でもさ、今時期違うけどな。うん、寒がり少年か、寒がり少年なんもね、なんかそのさくらの弁当屋さんのホンリーさんから聞いたところ、もうアフロかぶってたら私だってわかるけど、外したら誰だかわからんって言ったんですよ。ああ、やっぱりそうなの。やっぱりそのワンポイントのやつをかぶるのがやっぱり印象に残るし、うん、いいと思うんで、うん、なんかここにカツラのありますけど、ちょっと見ないけど、はい、っていうわけで今日も短いんですけども、はい、ちょっとお知らせをしたくて動画を撮ったんで、まあ、ただのお知らせ動画ですね。そうですね、肉団子、肉団戦車ってあったよね、ゴルルルルルル、ナルトだよね、懐かしいっていうわけで、はい、この辺で終わります。はい、山口聖也とヒロキと、どうもバンバンジー名人長尾でした。バイ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 からのアディオス、乾杯、終わった、チンジャオロース、テテ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 テてててー、あ、僕の名前は山口聖也、たまに動画を出している主にネタとか、そうして歌うのが企画を考えるのがうまい名人長尾、頭の髪型特徴のヒロキッチ兄さん、ヒロキ好物カビ好きな勉強をできるサイエリアン山口親子のメンバーで三年長のソウくんと、そしてうちの父親である山口の父親、YouTube 界のトップを狙ってゆけ、それが山口親子の仲間たち。